こんにちは、ぐるぐるです。このチャンネルでは2回目の登場、五戸町の老舗中華料理店パルピン飯店さんを紹介したいと思います。お店は八戸市中心街から車で約30分ほど、五戸総合病院のすぐ近くにあります。駐車場はお店の周りに何台分かのスペースがあります。赤を基調とした看板や入り口、とても素敵です。それでは入店します。一品料理から麺類、チャーハンなど、とてもお手頃な価格でいただくことができます。今日頼んだメニューがこちら。器が覆い尽くすほどの大きなチャーシューが乗ったチャーシュー麺のうち、味噌チャーシュー麺を注文しました。その他一品料理からひき肉と豆腐がたっぷりの麻婆豆腐のほか、水餃子スープを注文しました。以前の動画ではチャーシュー麺とチャーハンを注文しております。ご興味ある方は概要欄や右上のボタンからご視聴ください。それでは食べていきたいと思います。まずはチャーシュー麺から。パルピン飯店名物のドデカチャーシュー、スープに使っていてよく全体像が見えませんが、以前の動画はこちら、本当にラーメンの器を覆い尽くほどのドデカいチャーシューでした。スープはこんな感じの味噌スープ。チャーシューの中からは炒め野菜のほか、オーソドックスな縮れ麺が顔を出してきました。スープが熱々ですので、やけどに注意しつつ、麺をチャーシューでラッピングしながらずるずるとすすっていきます。隣では我が子が肉よこせ肉よこせと言っておりますが、耳を傾けることなく一心不乱に麺をすすっていきます。続いて水餃子スープです。ラーメンの丼に入っているので大きさがパッと分かりませんが、一つ一つがとても大きくて食べ応えのある餃子でした。麻婆豆腐の方はパッと見赤みがかっているので唐辛子系の辛さかと思いきや、一口食べるとビリビリとしびれでした。山椒がびっちりと効いたしびれ辛い系の麻婆豆腐でした。もしチンマーハンとかの麻婆豆腐が好きな方は大好きかもしれません。ずるずるとすすっているうちにチャーシューを狙う魔の手が忍び寄ってきますが、なんとか払いのけて最後のチャーシューをいただきます。残った具材にチャーシューをラップしパクッとしていきます。我が子は食事に飽きて伸びきっておりますが、自分のチャーシュー麺は伸びる前に完食することができました。ラーメンに水餃子、麻婆豆腐、どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。五戸町五戸総合病院近くのパルピン飯店さん、機会があればぜひ一度訪れてみてください。本日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やツイッターフォローよろしくお願いします。